しょー、始まり方がサーリーパーということで、ジャパンエキスポ2019タイランド、今回はなんと見に来てくださり、そしてそのまま YouTube チャンネルに出演していただけるということで、今回もユージュースリョウトです。ありがとうございます。リョウトと申します。お願いします。サーリーカー、めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。こっちだけど嬉しいのはだって自分の方がフォロワー9000。いやタイなんで、まあ、僕は日本人なんで、みそのさんもずっと知ってて、うん、番組もちょっとレギュラーで出させてもらってたこともあって、日本でね。そうなんですよ。そう、まさかタイでマジシャンのヨシ君という、ね、はい、方と一緒に MC やらせてもらって、そこにヨシ君の一声で、一声でもありがたいっすわ、ね、ということで今回はですね、みそののお友達のお知り合いのお店に来ましたということで、りょうたを、まあ、YouTube チャンネル出てくれたということでおもてなししたいと思います。これなんかあれらしいよ、オーナーさんがこういうモアイに似てるからって。あ、そう、それでこのこれもティッシュまでこれハイザルも、ハイザルもですね。すごい徹底してる。すごいということで、そもそも美容芸人ってなんやねんっていうね、それやっぱり美しくなりたい、痛い。あ、そうですね。もう自分の肌めちゃくちゃ一時期あれてまして、え、全然大丈夫。逆に普段何やってるんですか。めっちゃなーも言ってへん。だってもうヘアメイクさん申し訳ないけど、はいはい、メイク落とさず寝るし、もうめんどくさがり屋だから、もう普通メイク落としをやります、はい、で洗顔シュシュして泡立てて、はいはいはい、もうメイク落としだけ、もうとりあえずそれだ、あ、メイクみたいな。あー、でもそれ逆にいいですね。あ、いいよ。逆にいいかもしれないですよ、はい、落としすぎちゃうんで、そのもうダブル洗顔って必死なんで、まあその使ってるメイク落としにもよるんですけども、うん、全然1個で大丈夫です。僕の予想というか勝手な想像なんですけど、水野さんお肉めっちゃ食べます。あ、お肉の魚。あー、やっぱタンパク質をめちゃくちゃちゃんと取ってる人って若いんですよ、肌。じゃあお肉とかダイエット中に抜いたらあかんの。絶対ダメです。なんかさ、それさすごい言うやん、例えばモツとかもさ、なんかもうまあ言われたやん、なんかコラーゲンとかビヨーとかさ、はい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 、太りませんよって言いながら綺麗になりますよとか言ってさ、はいはいはい、ちょっとこれ言うと美容業界さん怒るところもあるんですけども、そのもうこれも有名ですけど、コラーゲン入ってます、うん、っていうのをおっしゃっ食べても、結局その意味ないですよ。あれは聞いたことある。なんでコラーゲンを外から摂取するより、なんか自分からコラーゲンを作んなきゃいけないんです。で、そのコラーゲンを作る元がタンパク質、アミノ酸なんですけども、例えばやっぱお肉をいっぱい取ってると自分からコラーゲンを生み出してくれるので。何肉？一番いいのは鶏ね、鶏のもも肉です。あ、ヒドロ、鶏のもも肉の、ヒドロプロキシンっていうのがあるんですけども、それがあの一番コラーゲンを作ってくれるので。あと水だけでもいいって言われる。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ。じゃあニキビがボーンってできんねん、たまに。ここはなんか胃が荒れてるからできるみたいなこと言うよね、はいはい、内臓がちょっと弱ってる時とか。やっぱそうです。でもこれはニキビできちゃうならもう避けようがない。あ、避けようがないことな。僕なんかできちゃう、その、うんうん、完璧に生活を送るの難しいんで、まあ本当に極論一番いいのはもう寝ることですね、マジで。で、寝る時間2時までに寝たらいいとかあるよね。10時から2時、あれ別に実はそんな関係なくて。だってうちだって朝5時に寝たやもん。でもこれやもん。水野さんすぐ起きちゃう人ですか、それとももう寝続ける人ですか。12時間寝る。あ、すごい。これあの今なっちゃいました。もうほんと普通に話してる感じになっちゃいました、すみません。いや違う、今ガッチャン回してるし、今なんだとメインよ。今こう美容のこと調べるために手に取ったとかじゃなくて。いや、ちょっと本当に携帯になったんで、すみません、本当もう。いや、なんやと思ってんの、うちのみそのチャンネル。すみません、ごめんなさい。何、 LINE 来てた。はい、タイ人から LINE が来てました。いいね、そんなことは。12時間寝るっていうのは睡眠の質がめちゃくちゃいいんですよ。最初の3時間寝入ってクッと落ちた時の最初の3時間をしっかり寝れれば、寝るのが一番よくてですね、10時前に2時までに寝たからって言って肌にいいってわけじゃないですよ。寝てもその睡眠が浅い人っていうのは回復しきれてないんで。え、でもうちは毎日夢見るよ。でもまあ12時間寝てるっていうことは、その後半の多分4時間ぐらいは多分まあ寝なくていい多分タイムだと思うんですよ。そこで多分見てるんですよね。寝すぎも良くない。寝すぎも良くないですね。あとボーッとするんで。じゃあ一番いいのは何。一番いいのはポテッドレバヤイ。まあ日本向けで僕はもう納豆ですね、おすすめは。マジで納豆、納豆大好き。あ、本当ですか。納豆のはもう肌をめちゃくちゃターンオーバーしてくれるのと、うんうん、血流バーって良くしてくれるの、うん、とで。あれ、なんか違うところ。あ、これウニ、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 あ、いや納豆でも夜に食べるのが一番いいですね。あ、夕食に。ちょっと待って、今ちょっと電話して。普通に話して。自由、すごい自由。すごいね、女子より詳しいね、美容のこと。いや、マジで夜に納豆食うわ、じゃあ寝る前とかでもいいの。寝る前
まあ直前すぎると逆にその胃もたれしちゃうんで、まあ夕食に混ぜた方が寝てる間にターンオーバーが多くなるんで。あとはなんかうわ今日めっちゃ顔むくんでるみたいな時、もうあむくんでる時ですか。むくんでる時は手をこうひっくり返してもらって、この顎のラインがあるんですけども、この下溝にですね、こう指をグッと入れてもらって、でグーッと、まあ、気持ちいい、コリコリ言うね。これはもうこのやりたいんかい。いやいや肩をカメラ持ってますからね。いや終わってからやりなよ。これはそう、反対にしてこうね、グググ、あっもっと小指がもう顎の、ごめんなさい、この辺にグッとくる感じで、骨の下にグッと指が、はい、あこうね、あいいですね、でグーッと、これがいい、これがいい、めっちゃ笑ってんねんけど、なんでや。もう一個はあの、もうこれ本当写真撮る手前とかステージ出る瞬間手前にやるとリフトアップ、速攻でできるリフトアップがあるんですけども、うん、一回食べ終わってからにします。いいよ。意外に長めの空心菜いったんですね。耳をですね、うん、グッと持ってもらって、うん、え、いいのそんなもん。はい、これ耳なんでメイクしても全然できる、はいはい、できる。耳持ってもらってこうぐるぐるぐるっとこう回してもらって、どっち回してもいい、どっち回してもいいです、はい。で、これをやるとあの耳と顔は一枚繋がってるんで、ここがクッとなるとここのフェイスラインが上がるんですよ。で、目もパッと開くんで、これは直前にやるとすごくいいです。何分ぐらい？あ、もうほんと、もう特にもうほんと10秒前ってことも全然いいです。10秒前とかでもいいですし、別にそのいや10秒、え、今から出るんだよね。もう今から出ること、いやそう、いやもうこういう感じよ。ということで今日は友情出演により、美容芸人りょうたが出演してくださり、そしてタイランドからお送りいたしました味噌のチャンネル。ちょっと最後にやっぱうちのイメージはこちらなので、これを持ってもしやと言ってたあの両手で締めたいと思います。締まるかどうか分かりませんが、放っておくのよ肌のあれもしちゃーです。